度も聞かされていましたが、ここまでとは。この方たちは皆さんイベントに参加されるのでしょうか。民衆からこれほどの支持を受けていたとは。一体どんなものが売られているというのでしょうか。転校生さん、早速あの建物の中へ行ってみましょう。多くの人々に支持されるものを知る、これもノイバルとして必要なことです。建物の中にもまだこんなに人がいたとは。恐ろしい。あのポスターは確かいつもミユがやっていたゲームの。あれは以前ミユに勧められて読んだ漫画の続編が出てたのですか。ほら転校生さん、あちらに行ってみましょう。はしゃいでなどおりません。あくまでミユが行きたいと言うから、ミユのためなのです。こちらに。転校生さん、あちらの方々は何をしているのでしょうか。コスプレ。なるほど、少し覗いてみましょう。なるほど、どこか仮装パーティーのような雰囲気がありますね。あのような衣装が売っているものなのでしょうか。手作り。皆さん手作りされているのですか。なるほど、仕立て職人の方々なのでしょうね。なんでしょうか。皆さんコスプレ。違います、これは本物の魔法学園の制服で。確かに襟など私の努力により変化していますが、まがいものでは。ちょっと勝手に撮影はおやめください。まさかこんなところで観覧部の皆様とお会いするなんて。そうですか、皆様も写真を。それで人だかりができていたのですね。私はミユがどうしてもというので一度来てみようかと。ですが、そのミユは先ほどから姿が見えないのですが。この紙袋はたまたま探していた品を見つけて。まあよろしいではありませんか。ご一緒に見て回りませんか。ミユも探さなくてはいけませんし。いつの間に消えたのやら。見つけるのは至難の業ですから、よろしければ皆さんもご協力ください。それでは行きましょうか。ところで皆さん、いつも参加されてるのですか。自分で作ったゲームや漫画を販売できるか。なんだかバザーのような光景ですね。昔おばと手作りのバラの刺繍のハンカチとテディベアを売りました。自分の作ったもので喜んでもらえるのはとても嬉しいものです。なるほど、つまりそういうことなのですね。きっとここに来ている皆さんもそういう気持ちを持っているのでしょう。そしてここに来るお客の皆様も同じ趣味を持つ方々との交流を深められる。なるほど、素敵なイベントではありませんか。ミユが行きたがっていた気持ちが分かったような気がします。ならばミユも参加すればよいのですわ。さあプランを練りましょう。